リッツ代官山の小川です。こうすることで最後のここの少し角をあえて残しながら盆の窪のちょっと下に小顔に見えるような効果を狙っていきたいっていうのと、ちょっとね大人っぽいちょっとハイレイヤー気味に引き出してカットしていくんですけど、表面だけディスコネでカットすることでここにコンプレックスがあるからこうカバーしたいとかっていう時にこの一束がすごい重要になってくる。微妙な毛束と毛束の隙間が生まれて短い毛が出たりとか広がったりせずに毛量を落とせるかなっていうのも考えながら、重いブツッとした毛束があるとわざとらしい感じになってしまうので、自然な感じに数ミリ単位で顔の印象が変わっていく部分なので、はい、巻き上がりの状態です。好みのウェット感が出るように。ありがとうございました。